はい、こんばんは、かりゆし龍神です。今回の話は小田急線でですね、あの刃物を持った男が暴れて、あの何人かぐらいですね、あの4人ぐらい怪我をしていて、それでなんですけれど、あの逮捕されたんですね。身柄を確保されて、その刃物を持った男はね、はい、なんですけれど、東京都世田谷区の小田急線の、まあ、車内でですね、あの6日夜8時か9時ぐらいなんですけれど、まあ男がね刃物を振り回して、まあ、周囲にいた乗客が、まあ、切りつけられる事件があってですね、まああのそういうことなんですけど、その男はまあ現場から逃走したんですね。はい、まあそしたらあの身柄を確保してみたい、ごめんなさい、確保したみたいでですね、はい、まあ本当にね、これ多分通り魔だと思いますね。通り魔事件ですね、これ通り魔事件が、まあ、あったっていうことですから、通り魔事件は本当に怖いですからね。もう通り魔事件でやっぱ衝撃的だったのが、やっぱ秋葉原のあの連続殺傷事件が、まあ、あったんですけれど、本当にあれも衝撃的だったなと思いましたね。はい、まあそれいうことなんですけれど、ですね、まあ刃物を振り回した男はですね、なんかドアの非常用のコックっていうのがあるみたいで、まあそれを開けて、まあ列を車から降りて逃走したんですね。まあ乗客をね、まあ、怪我させてですね、なんですけど、まああの凶器と見られる刃物などが残されていたんですね、現場にはね。はい、刃物を捨てて逃げたっていうことみたいですね、多分。まあ20代くらいの若い男性みたいで、まあ杉並区のあるあのコンビニでなんか店員にですね、事件を起こしたとなんか言ってたみたいで、それで通報で駆けつけた警察官に身柄を確保されたっていうことなんですね。はい、まあそういうことで、あの乗客も結構多かったみたいで、あの帰宅ラッシュの時間帯と重なっててですね、まあそれで混雑もしていたみたいで、まあそういうことなんですけど、まあ小田急電鉄はまあ新宿からあののなんか運転をなんか見合わせるなどもしていたみたいなんですね。はい、まあ本当にね、逮捕さ、もう身柄を確保されて、まあ一応本当に良かったと思うんですけど、怪我はもういますから、やっぱ重傷の、そのうちの女性一人が重傷ですから、まあなんとかなんですけど、あの治ってほしいなっていうのは思ってますね。無事でいてほしいなって思ってます。まあ急これ4人負傷と書かれてますけど、9人はなんか9人とか10人怪我なんですかね、怪我もしてるみたいで、ちょっと正確な情報がちょっとあんまり分からなくてごめんなさいね。あの9人は軽傷で全員意識はあるみたいなんですね。まあ死者が出なければいいんですけどね。はい、まあ、本当にあのこういう事件はね、二度と起きてほしくないっていうぐらいですね。はい、逮捕されてよかったなってとにかく思っています。はい、まあ、てなわけで今回は小田急線の車両の、あ、ごめんなさい、小田急線の車内であの刃物を振り回して乗客が怪我されて、まあ、その逃走してそれで逮捕されたことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。